やんべんつけんとダメだっちゃ。住宅用火災警報器。これから佐渡の人々が持つ重慶駅についての疑問を重慶駅のプロもおばあちゃんに聞いてみたいと思います。質問をどうぞ。重慶駅をつけることは義務なんですか？義務です。ですが、寝室につけることと2階以上に寝室がある場合は階段につけることも義務です。寝室以外は義務ではないんですか？佐渡の人は台所につける人が多いですが、台所は義務ではないのです。グラフを見ての通り、死者数と焼損床面積は半減、損害額は4割減少という効果があります。僕たちの家は天井が高くて設置できないのですが、どうすればいいですか？それに何を買えばいいか分かりません。壁にも設置できるので設置してみてください。おすすめは煙式です。台所に置く場合は熱式もおすすめです。さすが桃ばあちゃん、何でも知ってるんですね。ちなみにどこで買うことができるんですか？それは桃ばあちゃん、どうしたの？重慶駅ってどこで買えるんですか？重慶駅？はい、重慶駅はホームセンターや家電量販店で買うことができるよ。2000円を切るものから電動式といった少し高価なものもあるよ。あと、家についている方も一度はきちんと確認することも大切ですよ。また、つけて10年経った人も、買い替えお願いします。点検も忘れずにね。せーの、ぜひつけてください。